私たちの団体は郡山日本語教室という団体です。外国にルーツを持つ子どもたちのために月2回ほど活動しております。来日したばかりのお子さんはやはりまだ日本の生活に慣れていなくて勉強どころではなくてやっぱりお母さんとの関係もちょっと不安定だったり不安な中で過ごされている。あと日本生まれのお子さんの中には最初は全然問題ないと思っていたのに5年生ぐらいになってちょっと自分はなんかつまずき始めたって不安に思ってこちらの教室に来るお子さんも今増えています。日本生まれとはいえやはりお家で使う言葉が外国のお子さんも外国語のお子さんもいるのでやはり日常会話ができるからといって安心はできないなと思って活動しております。聞き取ることはできない時もある時はやっぱり字幕があってそれを読んだら分かりやすいですね。字幕があることでこの感じ分かるみたいなことってあったんですか？たくさんあります。分からんところでキーボードを使って聞けたりしていました。よく使うのはテスト勉強の前とかなんですけど分かんないこととかは、毎回練習とか復習したりしてます。動画とか見てて、結構点数も上がりました。学校にちょっとつまずきながら、少し苦手意識を持って、でも勉強頑張りたいっていうお子さんにとって、Bボードはものすごい強力な味方になる教材だと思います。